はい、どうもこんばんは。少し寝たんで、元気が出ましたということで、まあ急いで動画を撮っていこうと思います。で、今日なんですけど、まあ昨日のトレンドになります。まず紹介したいのは、ルナシーですね。まあルナシーの、川村隆一さんが、54歳でしたっけ？54歳ですよね。はい、お誕生日おめでとうございますということで、まあ久しぶりに、まあツイッターの方で、トレンドから漁ってみたんですよ。ね、皆さんの、まあ、コメントを漁ってみたところを、こちらを紹介しようと思います。はい、どこの誰かわかりません。のぞみさんどうもこんばんはってことで、私 VK ライブに、ずっと行っているので、ルナシーセッションって、結構見てるんですけど、銀幕でいいんですかね。銀幕さんの、ルナシーとても良かったです。あれは、龍一、何て呼ぶかわかりません。そして、上木上木、あ、上手のギターってことですか。これ上木でいいんですかね。上木の、お兄さんかっこよすぎた。なぜか、めっちゃ前方にいたので、ドアップ動画が、撮れました。かっこいいから見てっていうことで来ましたよ。ついにルナシーのコピバンですよ。皆さん気になりますよね。まあかっこいいから見てっていうことで、ちょっと見てみますか。はい、これですね。だからさ、ほんと。こいつがかっこいいの？のぞみさんに聞きたいんですけど。あ、神手のギターってこの人？だってさ、この人って、かっこいいオーラが出てんじゃん。ね、あの、身長もそこそこあるだろうしさ。雰囲気かっこいいじゃん、この人。もう素人のカラオケじゃんこんなん。気持ちよさそうだなこいつ。病気だろこれ本当に。ちょっと待ってください。ちょっと飛ばしますね。ギターソロ。いや、ボーカルってさ、やっぱこうなっちゃいますよね。客席行ったんだけど、ちょっと待って。最後。あ、これ。客席じゃなかった、こいつ。で、あと一曲あるんですよね。まあ、ルナシーといえば、トゥルームルーですよね。これ。はい。ちょっと待って。こいつってさ、なんか、服汚れてんのこれ。服何これ。牛乳かなんかこぼしたのこいつ。こういうデザインなのこいつ。はい、ということで、とてもかっこいいルナシーの、コピー版でしたということで、ね、申し訳ないけどさ、やっぱこうなっちゃいますよね。あの、川村隆一さんに、似せてる、寄せてるって思われてる方いらっしゃると思うんですけど、全然似てないじゃないですか。ね、素人のカラオケじゃないですか。あ、でもさ、仕方ないって。ね、素人が真似したところで、このレベルよ。この程度よ。はい、ということで、次なんですけど、まあ、紹介するのは、クソメガネですね。はい、クソメガネの、登録者数が、713人ですっていうことで、僕言った通りじゃないですか。こいつ動画上げないんですよ。上げること多分できないんですよ。あの、編集できないんで。そう。だから、登録者数も伸びないですよ。そう。これで、まあ、
ひとまず止まったんじゃないですか。落ち着いたと思いますよ。だから、1ヶ月で、ほんと1000人ぐらいだと思いますよ。行ったとして。そう、行ったとして1000人ぐらいで、まあ、それで終わりです、みたいな。そう、全然金にもなんねえし、登録増えねえし、再生数も伸びないし、ああ、俺もうやめよう、みたいな。なんか、それからさ、お前に言いたいのは、人ってさ、向き不向きってあるの。そう、お前向いてないタイプだと思うよ。はい、ということで、そんなクソメガネに、5チャンネルからですね、これ100点の答えですよ。コメントですよ。なんかクソメガネさ、ちょっと聞いてほしいんだけど、こちらをご覧ください。七光でしか、仕事を見つけたことがない。自立して、働いたことがない。実定の言うことなんか、当てにならない。そもそも、あれ、兄がいなかったら、無職じゃん。ですよね。ね、こいつさ、俳優っていう夢があったわけじゃないですか。で、まあ、諦めたんですよね。ね、俳優諦めて何やってたんですかね。実家に戻ったんですかね。それでも、まあ、東京かさ、ね、なんか都会で生活してたんですかね。僕何も知らないですけど。で、だから、自己紹介に X のリーダー、ヨシキを兄に持つと、書いてしまう。どんだけ、実績のない社長なんだよ。クラファンして、大金得ても、ろくに仕事もできないのに、兄の名声と兄の言葉を使って、クラファンの大金なんか集める。母さんも、残念に思ってるやろう。他人から金を恵んでもらって仕事できない息子に。これ100点ですよね。本当に。でもね、俺クソメガネのことさ、お前のこと大好きだから、ライブ配信やるじゃんね。6月2日にさ、ライブ配信やると思うんだけど、数字欲しかったらさ、俺様が対談してあげてもいいけど、NG なしで。視聴者さんから届いたコメントに対して、ね、俺質問するからさ、NG なしで答えてくれるんだったら。そう。再生数取れると思うよ。登録者数も伸びると思うよ。約束してあげてもいいよ。はい、ということで、まあ、クソメガネの紹介は以上になります。で、最後なんですけど、申し訳ないです。今日バンド紹介はないんですけど、クソジジイが、3日前でしたっけ ?3 日前か4日前ですよね。ディナーショーの発表あったじゃないですか。ね、今年の夏に、まあ、ディナーショーを行いますと。で、ラストロックスターズの8月公演、まあ、海外公演は、まあ、体調不良、本当かどうかわかりません。まあ、延期しますと。で、来年、海外ツアーですよね。世界ツアーを行いますみたいな。ね、発表あったと思うんですけど、で、クソジジイに、まあ、対する思いが強い方を、発見することができたんで、皆さんに紹介しようと思います。こちらをご覧ください。伝えてくれるのは、嬉しいけど、ヨシキさん。あ、ディナーショーの発表ですね。そう、ディナーショーの発表の後に、まあ、書かれた、コメントだと思います。今までに、嘘や偽りが、多すぎて、何が本当で何が嘘なのか、もうわからない。ヨシキさんの、何を信じれば、良いんですか教えてください。同じように信用をなくしてしまっている方も、多いと思います。で、ヨシキさん、そんなことより、今ファンに伝えるべきことがあるのではないですか。素直に言葉にしなければ、何も伝わりませんよ。このままだと、ファンや周囲の人がヨシキさんから、離れていってしまいますっていうことなんですけど、素直に、言葉にしなければ何も伝わりませんよって書かれてるんですけど、言葉にしたところでもうハッタリだらけだから。そうそう。今に始まったことじゃないと思うんだけど、ね、嘘と偽りしかないから。そう。で、奴は、金払う人だけでいいんですよ。ね、俺がディナーショーで8万8千、11万円、30万円で提示したわけじゃないですか。で、この金額を払えない奴、まあ俺について来れない奴は、まあどうでもいいよ、さよなら、みたいな。そう。金払ってくれる人だけ、あ、俺のファンだと。まあそんな感じですよ。で、まだありますね。ご覧ください。ヨシキさん、金額とファンの、満足度って、ちゃんと一致してますか？ファンの声って、聞いてくれてますか？それなりに、内容を濃くしてくれてますか？独りよがりになってませんか？値段ばかり、先走ってる気がしてしまいますっていうことなんですけど、クソジジイってさ、プライベートジェットを所持してるんですよ。まあ俺は疑ってんだけど。ね、プライベートジェットからさ、ある日突然、プリウスに乗り越えましたと。で、クソジジイがさ、プリウスでスタジオ入りしてたら、って思いますよね。思いますよね。ク
クソジジイがさ、ネタでさ、ハゲ散らかして皆さんの前に現れたら、皆さんどう思いますか？ファンやめますよね。それなんでかというと、まあクソジジイを追いかけてるファンって、もう、ね、ここ最近じゃないじゃないですか。もう10年、20年、もう30年ぐらい前から、まあ追いかけてるファンもいらっしゃると思いますよ。要は、白馬の王子様なんですよ。自分が思い描いてるクソジジイ像ってあるわけじゃないですか。ね、王子様ですよね。ですよね。で、クソジジイも、まあ、生活基準を落としたくないんですよ。そのためには、はい、皆さん金って。金よこせよって。ね、お前たちの前に現れてやるからって。ね、改造費やらさ、ね、大物気取らないといけないじゃん。ね、高級車乗らないといけないでしょ。プライベートジェットだったり。で、メディアにもさ、金払わないといけないでしょ。ね、俺をよく映してねって。ね、俺死ぬまで大物気取りたいからね、よろしくお願いしますって。はい、賄賂ですみたいな。そう、金が必要なんだよね。ファンの声なんか聞いてるわけねえじゃん。で、最後にあと一人ですね。はい、僕の大好きな、XJAPAN 大好き研究所さんも、動画上げてます。ヨシキディナーショー、VIP 席30万円は、買う価値あるのかっていうことなんだけど、僕は聞いてあげましたよ、あなたの動画見てあげました。で、お前の動画のコメント欄にもさ、書いてる人いるじゃん。ね。払ってらんねえよ。高えよ、このクソぼったくりがって。ね。書いてる人いるじゃん。で、こいつ動画でさ、30万円の、ま、価値があるっていうか、ま、今年のディナーショーは、行くだけの、ま、それだけの価値はありますよと。ね、需要ありますよ。みたいなことを皆さんに勧めてるんですよ。ま、その理由っていうのは、ま、クソジジイは、まあ今年活動できないじゃないですか。活動もないわけじゃないですか。ああ、クラシカルのコンサートは今年ないですよ。そう。ということは、まあクソジジイの演奏を、生演奏を聞く機会っていうのは、DS しかないんですよ。8月の。そう、ディナーショーしかないんで、まあ、30万っていう、まあ高額。まあ高いわけじゃないですか。まあ高くても、まあこの単価は仕方ないんじゃないですかと。まあこれだけの価値はありますよと。皆さんどうですかみたいな。ね。ことを進めてんだけど、じゃあお前に言いたいんだけど、今年行かないんでしょ。ね。VIP は、俺は行きませんと。行けませんって言ってるわけだ。で、価値あるんならお前行けよ。で、こいつ動画内で行けない理由っていうのは、去年、ラストロックツアーズやルナシーのライブに行きました。で、グッズも含めると、30万ぐらい使いましたと。で、だから何?30 万使ったから何だって言うんだ。30万で VIP 売ってんだから、買っていけないのお前。前回も話したんだけどさ、見え張ってるやつ嫌いなんだよな。高いか安いかっていう話をしてさ、高いか安いかで答えろって思いません？ね。お前が行かない理由っていうのは30万出すことできないでしょ。出すことできないでしょ。だから行かないでしょ。うん、だから高いっていうことなんですよね。嫌いやわ、こういうやつほんとね。価値あるってさ、まあ言ってないね。俺みたいなやつが何も分かってないみたいなね、ことを言うやついると思うんだけど、だって4、5時間で30万よ。だって30万あれば、ね、俺一人暮らしだけどさ、生活できるぜ。ね、めっちゃ節約してさ、1ヶ月以上は余裕で生活できるぜ。30万あれば。ね、そこそこ何か買ったりもできるぜ。我慢しながらね。ね、最低限のものをね、買えばさ、食費もね、全然余ると思うよ。生活できる金額だと思うよ、30万って。はい、っていう感じになります。まあ、気になる方は、この方のね、チャンネルも、ご覧くださいっていうことで、まあ、そりゃ進めるよな。でもさ、これだけ XJAPAN 大好きってさ、チャンネル名にしてるぐらいだから、俺行かないとさ、説得力ないと思うけどね。30万で。まあ、僕の、まあ、動画のコメント欄にもあったんですけど、僕 VIP 行けば、いいねもらえますかね。再生数伸びます。クソジジイとさ、こうやって写真撮ればいいんでしょ。クソジジイがこの辺にいて。撮れますかね。はい、っていう感じになります。あ、最後ってちょっと申し訳ないんですけど、よく見るコメントでクソジジイの体調を気遣ってる方いらっしゃいますよね。多いですよね。大丈夫ですかと。栄養失調よく食べてください。栄養のあるものをたまにはね、取ってゆっくり休んでくださいみたいな、そのようなコメント書いてる人いるんだけど、クソジジイに言いたいのはさ、客はね、8月でしょ。で、東京ってクソ暑いの。それなんでかというと、ビルや建物、で、建物の高さがあるから。要は、風が逃げていかないの。通っていかないから、夏、東京の夏ってさ、クソ暑いんだよね。で、
地方から8万8000円 ?11 万円 ?30 万円のチケットを買ってさ、ね、老いぼれのお前に会いに来る人もいるわけでしょ。ね、このクソ暑い中。体調が悪かろうが、ね、また言うと思うよこいつ。ね、手を強く握らないでください。手が痛いです。俺はピアニストです。みたいな。うるせえよって話なんだよね。ね、それだけの金額を客は払ってきてんの。時間もかけて、金もかけてきてんだから、サービスが提供できなかったら、やめろよお前。って思いません？ 8 万8000、11万、30万円払って、ね、クソ父に会いに来てんの。中には飛行機で来るやつもいるわけじゃないですか。で、そう考えると、まあ、体調がどうのこうのとかさ、ね、首が痛いとかさ、腰が痛いとか手とか痛いんだったら、さっさとやめろよ、クソ父っていう。ですよね。これ間違ってないですよね。まあ、要は金だから。何を偉そうにしてんの？金払ってんのは客なんですよね。そうそうそう。お前はそれだけのサービスを提供する義務があるの。分かったか、おい、俺が。はい、っていう感じになります。はい、また、明日は分かんないんですけど、まあ、バンド紹介も、していこうと思うんで、何か、紹介してほしいバンドが、ございましたら、またコメント欄の方に、お願いいたします。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。